どうもです。今回の動画はキャノン EOS90D を触りにキャノンデジタルハウス大阪に行ってきましたという話です。最近カメラの話題からよそ見をしていたせいで動画投稿が遅れてしまいましたが、今回はスライドショープラストークという形でお送りします。先日キャノンデジタルハウス大阪に行ってきました。お目当てはもちろん EOS90D、9月6日に発表されたらしいですね。で、発売日は9月12日とのことですが、ショールームに行けば見られます。今回の EOS90D はすごい進化ですね。何せ連写番長の 7D Mark II とオールマイティな 80D をいいとこ取りしたカメラになったわけですから。ということは EOS90D はキャノンの APS-C のフラグシップになるのでしょうか。スペックをざっと見てみると、有効画素数は約3250万画素、映像エンジン DIGIC8 搭載、連写速度はファインダー撮影で最高約10コマ秒、ライブビュー撮影では最高約11コマ秒、シャッタースピードは最速16000分の1秒、8000分の1秒からさらに速くなったんですね。ライブビュー撮影時に一目 AF が使える、4K30p のクロップなし動画撮影が可能、フル HD ならスローモーション用に毎秒120コマ秒の動画撮影が可能、そしてなんといってもバリアングル液晶を搭載。他にも見るところはありますが、今回はこんなところで。それではシャッター音を聞いてもらいます。キャノンデジタルハウス大阪では以前から何度もお話ししていますが、発売前の製品についても基本的に撮影 OK なのですが、いろいろルールがあります。写真は OK だけど動画はダメ、カメラの電源がオフの状態でないとダメ、例えば液晶に映るメニューなどを映しちゃダメなんですね。そして発売前なのでカメラで撮ったデータの持ち帰りもダメなどがあります。ですが録音については特に何も言われていないので、シャッターオンは OK だろうという拡大解釈でこっそり撮っています。ただし周りに人がいてね、まあショールームだから当たり前なのですが、もしかしたら他の人の会話が聞こえてくるかもしれませんが、ご了承ください。それではまずファインダー撮影時のシャッターオンです。速度だけでなく何秒続くかも注目してください。次にライブビュー撮影時のシャッターオンです。いかがですか。初めて聞いた時連写早って思いました。ただし持続時間が2秒ちょっとなので短いと思いました。設定は一番大きいローを撮るようにしています。カタログスペックで24、5枚とのことなので割り算するとその通りですね。ちなみに SD カードは見せてもらったのですが、 95MB/秒という速い書き込み速度のサンディスクのエクストリームプロでした。私は飛行機の流し撮りをするのですが、連写は速いだけでなく長さも同じくらい重要と思っています。ちなみに私が今使っている 6D Mark II は速度は 6.5 コマ秒と遅いですが、同じ条件での連続可能枚数は18枚から21枚なので3秒弱続きます。 EOS90D 連写が速くなった分たくさん撮れちゃうんだから、バッファーをもっと増やしてほしかったです。いかがでしたでしょうか。
皆さんの中にすでに予約されている方いらっしゃると思いますが、もし行ける距離にショールームがあったら行ってみて実際触ってみることをお勧めします。自分で触ってみないとわからない部分ってありますからね。特にフィーリング、持った時のずっしり感とか、ファインダーを覗いた時の見え方とか大きさとか、グリップが握りやすいとか、これらは動画だけでは伝わりませんからね。じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。今回の動画が良かったら高評価、そしてチャンネル登録もお願いします。ということで今回は以上です。バイバイ。